皆さんこんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。どうもありがとうございます。ね、台風もですね、去ったみたいで、今日はこの福島のですね、大雨かなと思ったら、ちゃんと晴れてくれました。僕がなぜここにやってきたかと申しますと、僕は先月ですかね、南相馬市から、表彰状をもらいまして、僕は物資や、はい、災害のためにですね、大変な時期に僕やってまいりまして、この間、南相馬市から表彰をされまして、本当に大変だったと思います。あの地震はすごかったです。そしてですね、僕が参勤の1年生になった時に、岩木先生は差別なく、上下差別なく、普通いじめられたりするじゃないですか。石野悪い先生もいるんですよ。で、先生いますよね。石野悪い先生って。なんかですね、偉そうにしてる先生いるんですよ。で、しょうがないから頭下げるわけですよ。絶対力は僕の方が上なんですよ。殴れば絶対倒せんのに、はい、なかなかそれはできないものですから。はい。それなのに、ちゃんとですね、僕の前に来てくれて、ああ、僕は言い訳だよって。なんかあったら、いつでも教えてあげるからって言ってくれたのが岩城先生なんです。そしてまた僕はなぜここに来たかと申しますと、古賀誠というですね、元自民党幹事長古賀誠先生のですね、名代、そしてまた衆議院議員の藤丸聡の名代でやってきました。古賀誠先生は辞めて10年になりますが、まだまだですね、力を持ってます。道路族の道としてですね、いまだにですね、はい、岩城先生とが国会に戻れば、この福島のですね、道路を整備したりなんかするのは、タッグを組んでいただければ、また新しい道路が出来上がります。はい。そしてまた、なぜ僕が岩城先生を推すかというと、岩城先生のような方がもう一回国会に戻らなければ、ね、まだ復興は半ばじゃないですか。まだでしょ。まだ申し訳ないですけど、お金のこと言っちゃ申し訳ないですけど、予算を取るにはこの岩城さんみたいな人が必要なんです。ちゃんと意見を言い、国に対して、官僚って頭がいいと思ってうるさいんですよ。なかなか金出さないんですよ。で、そこをですね、岩城先生のような方がですね、ちゃんと官僚を説得して予算を持ってこなければ何もできません。口八丁、手八丁の議員はたくさんいます。岩城先生のようなベテランが、ちゃんと官僚と向き合って、戦って、予算を持ってこなければ、復興はまだまだで、そうじゃありませんか。ぜひですね、皆さん、申し訳ない。ね、一人選挙とは言いません。ね、100票とは言わないけど、10票集めたら、これだけあったら、かなりの数字になるんです。今回、岩城先生、僕ちょっと独自に調べたんですけど、かなり自民党は票を取ります。自民党という名前で取ります。ということは、非拘束名簿式ですから、非拘束名簿式ということは、全国比例の取った順からどんどん当選していくんです。今回かなりいいところまで、22名ぐらいまで当選する可能性があります。今回あります。かなり岩城先生は有力なところがおられます。それも皆さん一人一人がですね、申し訳ない、親戚にじゃ申し訳ないですけど、はい、もう何でもいいです。知ってる人には何でもいい、電話してもらって、岩城について、1枚目じゃありませんよ。1枚目に書いたらダメですからね。2枚目の全国比例のところに
いわき三井園と書いていただければですね、当選間違いないんです。ぜひですね、最後の最後まで、最後の最後まで、最後の最後まで、皆さん、いわき三井園先生、そしてまた、すみません、呼び捨てすぎるでしょうか、いわき三井園と書いてですね、ぜひ当選させてください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。こうして皆様のお顔を拝見しますと、本当に心強い思いがあります。必ずや皆様方のご期待にお応えしなければならない。今その決意を新たにさせていただいております。東京から大仁田厚先生、大仁田厚さんにおいでいただきました。先ほど激励の挨拶の中にありましたように、一緒に参議院議員として仕事をいたしました。大仁田さんは純粋に純粋に政治に真摯に向かい合って、そして自らの経験とさまざまな人脈を生かしながら、日本を良くしよう、それぞれの地域を良くしよう、そういう思いで活躍をされていらっしゃいました。そんな大仁田さんに私は信頼感を持ち、そして共に仕事をさせていただきました。今日はこうしてお忙しい中、この地まで足を運んでいただきましたこと、本当にありがたく心強く改めて大仁田さんに感謝の気持ちを伝えます。ありがとうございました。明日は新潟行きます。明日は新潟で、しっかり応援してください。はい、はい、新潟でも岩木光秀のお願い、行ってきてくださいね。はい、全国どこでも岩木光秀とかけますので、この後宮崎に行ってきます。はい、宮崎でも今では岩木光秀と頼みます。はい、心強い援軍が来てくれました。さて、24年前に皆様方にご支援をいただきまして、参議院選挙出馬いたします。自民党県連の要請を受けて、いわき市長の職を辞して、そして臨みました。2議席を3人で争う厳しい戦いです。でも、なんとか皆様方のご支援をいただいて、当選を果たすことができました。それから参議院の場で国政に参画をさせていただきました。いろんな仕事をさせていただきました。でもいつもしっかりと軸足はこの地域はじめふるさと福島に置いて、そして活動してきたつもりであります。私はあの大震災の起きた時に、我々が野党であったことが本当に残念でなりませんでした。私たちが与党であれば、もっと迅速にさまざまな課題に向き合うことができたと思っております。与党に戻りましてからは、それなりに自分自身あらゆる人脈を使ってふるさとの復興のために尽力をいたしました。東日本大震災復興加速化本部というのが党本部にできました。本部長は大島忠盛先生、前の衆議院議長を務めになられました。その下で私が副本部長としてさまざまな提言を取りまとめ、政府に提出いたしました。そのほとんどが国の施策として、福島の復興再生のために役立ちました。そういう仕事をしておりましただけに、6年前の参議院選挙、何としても4期目の戦い、これも勝ち抜いて、力
引き続きふるさとの復興再生を確かなものにしたい、こういう思いで戦います。しかしながら共産党も含めた野党統一候補との一騎打ち、この一騎打ちで私は皆様方に熱心にご支援いただいたにもかかわりませず苦杯を喫してしまいました。本当に無念でなりませんでした。皆様方のご期待にお応えすることができなかった、申し訳ない、そういう思いでいっぱいです。だからこそ何といっても国政復帰をはたいて、そして皆様方のお役に立ちたい、ふるさとのためにいい仕事をしたいと思ってこの6年間活動してまいりました。3年前も参議院選挙に挑戦しようと思いましたけれども、いろんな事情がありまして党の公認をいただくことができませんでした。今度こそこの夏の参議院選挙こそ何としても私自身思いを成し遂げて、そして皆様方の期待に応え、その思いで活動してまいりました。紆余曲折がありました。さまざまな経緯がありました。今比例代表の自由民主党公認候補として戦いを挑んでおります。気持ちを新たにして頑張っております。ただ難しいのは比例代表の投票の仕方がよくご存じじゃない方が多かったということであります。徐々に浸透してきておりますけれども、先ほども大仁田さんからお話がありました、2枚目の投票用紙に自民党じゃなくいわき光秀、いわき光秀とぜひともお書きください。自民党で現在33名の比例代表の候補者がそれぞれ戦いに挑んでおります。おそらく19人から20数人まで行くのかもわからない、あるいは20人かもわからない、19人かもわからない、自民党に投票の結果議席の枠が割り当てられます。その19なり20なり当選内に入るかどうかは一票一票の積み重ねです。得票順と多い順に並んでいきます。ですから一人でも多くの方々にいわき光秀と書いていただく必要があります。県内で15万票、福島県外で5万票、合わせて20万票、これが得票の目標であります。現在はちょっと先ほどだいぶ感触がいいお話を小仁田さんされましたけど、私が聞いてる話では私と5、6名でボーダーラインで当選圏内に入れるかどうか非常に厳しい戦いを余儀なくされている、それが現在私が置かれている立場だと思います。ですから今日も含めて残された4日間まだあります。最後の最後まで北海道から沖縄までどこの地域においてもいわきについてと投票ができますので、年賀状をやり取りされている方、ご親戚の方、ご友人の方、一人でも多くの方々に2回目の投票用紙にいわき光秀を頼むぞとお声をかけていただきたいと心からお願いを申し上げます。そして当選させていただきましたならば、参議院は6年間という任期が保障されております。解散はございません。ですからしっかりと腰を据えてこの地域の先ほどお話のあった課題、そしてまた道路もの整備、これまでの経験と人脈を生かして頑張っていきたいと思っております。そして何といっても将来を担う子どもたちのためにこの地域を皆様方と一緒になってですね、子どもたちのために希望と夢の持てる、誇りの持てる世界一安全安心な地域なんだ、ふるさとなんだ、そういうふるさとを作り上げていくことが私に与えられた役目だと思っております。最後の最後まで頑張り抜きます。どうか皆様方お一人お一人の温かい力強いご支援をこのいわき光秀に賜りますよう
心からお願いを申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。頑張りいたします。最後まで頑張りいたします。どうぞどうぞよろしくよろしく、皆様方お願い申し上げます。頑張ります。よろしくお願いします。福島のために、福島を元気にするために、いわき光秀さんを国政に送りましょう。そうじゃありませんか。みんな、いわきについて頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。ありがとうございました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 。